るかっていうと、タイのバンコクにいます。バンコクのハソン区にいて、これからターミナル21ですね、行きます。ターミナル21ができたからもう部屋10年は経ちますけど、その、まあ、最初にね、ターミナル21ができた当初なんかはね、私、まあ、前のチャンネルの方でね、この施設紹介させていただいたんだけど、久々に利用します。3年2ヶ月ぶりということ で今から、行くところは日本海と、あとはフードコートね、ちょっとフードコートで食事しようと思ってるんで、今からちょっとフードコート、まあ、ハソン界隈は結構働いていたんで結構慣れてますけどね。日本だとこういった建築ってちょっと難しいのかなって感じします。建築基準法なんかありますからね。で今ここのところフードコートの階に来ました。まあ、この周辺にも結構いろんな、ね、飲食店あるんですよ。だからこの辺りの店結構利用したりしましたけど、結構変わったかな。あ、でも変わってるのが変わってるかな。和光があるね、あそこに。ということで今から行きます。変わってるとか変わってるけどね。あ、でも前からあるのか前からあるかもしれない。ターミナルなんで、まあこういう感じで飛行機の絵柄描いたってなかなかあって、結構今聞きました。ピア21結構やっぱり今2時半ぐらい結構混んでるね。このもう12時1時とか本当にねめちゃめちゃ混んでますからね。ちょっと時間ずらすといいかなって感じしますけど、それでも混んでる。でこういう感じで結構いろいろとね、やります。前も出したんですけどね、こういうことね。ということで自分が好きなやつをね、見て頼む感じです。例えばこれとか安いね、ここね。まだ全然料金は変わってないということで、こういう感じですね。でここに関してはこういう調味料とかあるんで、調味料を自分に入れてって感じです。でこういう感じね。これはワンタンヌードルススーププラスエクティブ。数字を覚えておけばね、まあ、英語も通じると思うんだけど、ある程度その参考になったね。数字でちょっとタイ語を覚えると結構いいと思いますね。はい。でこの42はスイセプソン、はい、サムシーパー、こういう感じでちょっとどれにしようかな。辛そうだ、結構悩みますね。こういう感じで果物なんかもあります。こういうマンゴー的な感じのねやつとか良さそうですね。だからもう目でやりどころないですね。久々に来ましたけど、全然綺麗ですよ。まあ、でして、そんなに10年とか経ってないから、ね、で、こっちの方で一応、まあ、座席があるんで、なんか何個が頼む人だったり、まあ、先に置いて荷物だけはちょっと気をつけた方がいいですね。置き引きなどと思ってますんで、こういう感じで、で一応カードはね、一応こういうクーポンなんで、クーポン買ってそれ入れ込んで、で、クーポンでカードで払う感じですね。はい、だから一応チャージしとかないと。で、こういうことで、400バーツを、今からチャージします。カードがちょっとそれがいくらだったかな。で、こんな感じでカードですね。ピア21ということで、一応なんか今見たらね、スマホにアプリ入れてそこでポイント入れることもできるみたいんだけど、チャージできるみたいなんだけど、まあ俺はこれちょっと欲しかったんでこれにしました。でちょっと今からこれで行ってきます。でどうしようかな、これちょっと美味しそうだね。ちょっと辛めにあったな。このエッグヌードルウィズシチューとビーフとポーク、まあ汁なしにしようかな。エッグヌードルウィズシチューとポーク、
しかった。美味しかったですね、はい、あれで全部で90いくらだ、92バーツかな、安いですね。まあ昔のレートが今のレートと安さが高めに関係は、それでも400円から300なんで、こんな感じで食のデザートなんかもちょっとそそられますけど、どうしようか。